こんにちは、グッピー小杖です。今日は、じゃん！悪魔トーストというトーストが、インスタグラムで話題らしくて、うちの想像では、なんかイカスミを使った、なんか真っ黒なトーストとかなんかなと思ったんですけど、一度食べたら、病みつきになってしまうほどの美味しさを持つ、罪なトーストやねんって、言い方？まず食パンにスライスチーズを乗せていきます。砂糖を大さじ2杯、いえ、せーの、バン。あ、ちょっとこぼれた。やりすぎやろこれ。砂糖ストやんこれ。これを焼いていくんですけど、悪魔トーストを作るときに私が思った気をつけることが2つほどございまして、まず1つ目は焦がさないようにしっかりと見張ることです。これをね、もうダサいメガネでもいいからかけてください。あられんでー、あれあれ、できましたー。なんか味の想像がなんかできるようでできないですよね。すごい見た目はチーズトーストって感じなんですけど、それにキャラメルがかかってるみたいな。いただきます。で、2つ目の注意点は、こういうものを食べるときに、あー絶対これ食べたら太るてか絶対思ったらダメです。それをしたら脳からそういうのが発令されて余計に太るらしいです。これはなんかシルク姉さんが言ってたか、アンアンに書いてたか、どっちかなんですけど、それをちょっと冷めるんで食べます。いただきます。おいしい。なるほど。あく。あく。焦げそうやったから、もう結構溶けてない部分、砂糖があるんですけど、そのままちょっと引き上げたんですけど、それが逆になんかカリカリの食感でめっちゃ美味しいです。キャラメルっぽくなって、結構その溶けても出したらすぐ固まる感じかな。なんかなんやっぱ砂糖を焼いてるということで、カルメラ焼きの味がします。カルメラ焼きトーストって感じ。でもこれはなんで悪魔トーストかっていう意味がわかりました。これ、悪魔トーストであんなに砂糖をかけたのにバクバク食べれます。スナック感覚っていうか、ちゃんと溶かしてきましたこれ。これだって何がすごいって、やっぱサクサク食べれるから、これ甘すぎて苦いコーヒーいるんちゃうかと思って用意したけど全く飲んでない。今日はインスタグラムで話題の悪魔トーストを作ってみました。美味しいですけど、ハムトーストとかの方が私は好きかなという感じでした。やっぱ女子が好きそうな味ですね。やっぱ私はおっさんが好きな味が好きなんで、やっぱちょっと女子が好きな味は悪魔な、罪なトーストやなっていうのはすごい分かりました。なのでよかったら、自分はめっちゃくちゃ女子やねんっていう人は一回作ってみてください。ではではでは。あの時いらんかったけど、めっちゃ喉乾いてる。